すいません途中で切れたんで第2部でございますけども、この森田さんがですね、番組を再開した時にはぜひゲスト出演をお願いをここされてるということでね、私もこれラジオ岸和田のだいぶ宣伝になってると思うんで、ぜひともこの方だけじゃなくてですね、私を呼んでいただいて丁寧な言葉遣いをさせていただきますので TBO を考えます。公平の、真の姿というかですね、まさに市民に背を向けた自分の利益のためだけの政治をやってるということを浮かび上がらせるためにも呼んでいただきたいというふうに考えてます。ほんでですね、子供のことを先ほど言うてました。これですね、子供自身は、受け入れをしてますよというようなことを学校開放をやってね、備えして書いてるんですけども、これについてもですね、例えば神戸市ですね。これ神戸市なんかはですね、登校をして、これ分散登校だけど、分散登校で来た時には、公費負担とします。つまり、給食タダにしますよということを言うてるわけです。岸和田はタダではございません。まあ、150円だけども、まあ、金取ってるわけですよね。はい。で、市民病院のことも言ってましたけども、市民病院が大阪府下の中ですごい優れてるというふうに言うておりますけども、具体的なことをよう言わんわけですよね。で、市民病院をその特筆すべきようなところやということを言うのはですね、もう今はいてませんけども、自分の姉ちゃんの牧智子さん、北町のところですね、いつも公平が矢倉くんでですね、高尾公平がそこへ乗って見てるとこですよ。お客さん呼んでね、府の職員とか維新の支援者とかね。で、そこの家の主ですわ。ちなみに、高尾の所有物ですけども、そこの X 番目の夫ですね、これが、最近まではですね、岸和田市立病院におったから宣伝をしてるんかというようにも、うがった見方をすればですよ。そういうふうに見えるんだけど、まあそうじゃないんやろうけども、岸和田市民病院を備えしてやるんで、持ち上げるんであればですよ、そこが後々マスク足らんようになんのに、一番初めにお前は市役所の職員の2000人かける20日分、都合4万枚のマスクを市の職員に先に取ったらあかんやろということです。それをやったおかげで、市民病院は後々ですね、マスクが足らんような状況になっておるということですよ。ほんで、公平がこれ先ほどのやつで説明をしてたのはですね、市役所は仕事してますよと、消防や救急は市の仕事です。いやいや、それ分かってると。その小学校のね、市の仕事は困難ですとかね、そういう授業を聞いてるわけではないんですよ。で、その職員に対して職員何もしてないということ起こってないんです。政治家であって、特別職であって、トップである。公平が何にもせえへん、決断もせえへん、やることは遅いということで怒ってんねやということを自分が体感をして捕まえてないということですよ。ゴミ袋と水道料金については検討中ということなんですが、市のホームページを拝見しますと、市税と保険料と水道料金について払えない方はそれぞれの窓口まで問い合わせくださいというふうに記載されてたんですね。これはどうも私は全て受け身のような発信だなというふうに感じたんですけども、どうか今この国難で水道料金も私どうも払えないわ、保険料も無駄だわ、無理だわっていう方はそちらからどうぞ問い合わせてくださいという、こういう形じゃなくって、市民が望んでるのは市の方から発信してほしいということなんですね。ですから近隣の市町村でもそのゴミ袋をたとえ10枚でも、まあ、10リットル岸和田は10円ですね、普段使うのは20リットル1枚20円、30リットルは30円です。もうこの1ヶ月間もう巣ごもり状態でもう各家庭から大量のゴミが出てるんですね、市長さん。でそれでたとえゴミ袋20リットル20円のゴミ袋を10枚いただくだけでも、今この市民の精神的な不安、あ、
10枚いただけたというだけでも精神的にね、私全然違うと思うんです。で、水道料金も、もう子供たちは一日中家にいますから、もうじゃんじゃん水道を使うんで、水道料金ものすごく皆さん高くなってます。で、これをじゃあ何月までは無料にしますっていう、こういう発信が今必要だと思うんですけれども、それを今から検討するんじゃなくって、もうこれはもう僕の一存でゴミ袋を配布します、水道料金は何月までは無料にしますっていうのを市長さんも今から会議をして決めるんじゃなくって、あの明日にでも決めていただきたいんですけど、それは無理なんでしょうか。あのね、その市のお金を僕が、独断でね、じゃん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 お金を配るっていうのが一番僕としては楽ですし、ぜひそういうふうにしたいなというふうにも思います。ただ市のお金っていうのは全て市民の皆さんからお預かりしているお金ですから、その使い方についてはそれが本当に適切かというのをしっかりと判断してやっていかなければいけないというふうに思います。で、それもあの飛んでですね、どん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 配っていくというのは、これはこれで、岸和田市の財政が今あのもう本当に黄色信号の状態ですから、そこで、僕がバンバン使ってですね、で次のもう5年後10年後にも岸和田市が非常に厳しい状態になったときにどういう状況になるのかというと、例えば小学校の例えばエアコンをまだ入れないといけない教室が遅れていったりとか、で保育所の改修とか幼稚園の改修、そして、その他にも子どもたちを取り巻く環境とか市民の方の環境やと思いますけど、そういうものが、必要なことができなくなってくるということがあるんですよ。だからそうなってはいけないので、しっかりと お金の使い方というのは慎重にやらなければいけない。で、バン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 お金配っている町もありますけれども、岸和田市は残念ながらそんな状況ではないので、これについては非常に慎重にお金の使い方については決めていきたいというふうに思ってます。先週もごめんなさい、市長さん。水道はね、今感染症が流行ってますでしょ。で、ってなったらね、水道、例えばこれからの時期、水道をどん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 使うということになりますとね、水不足に万が一なったとしたら、例えば近畿圏で水不足になってきたっていうふうになったら、みんな手も洗いにくくなりますし、例えば医療現場では大量の水がいります。そういった意味で水道っていうのは安ければいいっていうものではなくて、ある程度、金額がかかる、お金がかかるものであるべきで、そうすることによってみんな大事に使ってくれます。それによって水道は蛇口をひねったら出るっていう形が作れると思うんですね。で、これの方が大事なんです。だから僕がもし水道料金について、安くするっていうようなことがあった場合も、その重量の分ですね、あの料理に応じての分は、安くするということなくですね、基本料金の方っていうことでやっていきたいというふうに考えてます。市長さん、もう本当に国なんです、世界中でもたくさんの方が亡くなってる。もう幸いなことに岸和田市内ではお亡くなりになった方が一人もいらっしゃらない。これは岸和田の市民病院のスタッフが総出で必死になって戦ってくださってる結果だと、それは心から感謝してます。でも今目の前でもう溺れそうになって、今その方に手を差し伸べないとその方は死んじゃうかもしれないというこの国難の時にですね、将来的に今財政難なので、ここで使ったら将来岸和田はものすごくお金がないんですから、それは無理です、こんなこともできなくなりますよ、庁舎も建て替えなきゃいけません、春樹の競輪場の問題もあります、いろんなところでお金が今から必要なのに、学校もいろいろ変えていかなきゃいけないのにどうするんですかという市長さんのその思いはすごくわかるんです。でも今もう溺れそうで、もう今にも死にそうな人を今手を差し伸べて助けないといけないのは市じゃないですか。市長さんからのメッセージで実際具体的な対策じゃないですか。あのね、困難な人、死にそうな人っていうのは今もいます。それでそういう方々を救うのがまさに市役所の仕事なんですよ。で、それはね、ゴミ袋を、例えば一つの家庭にお配りしても、450円安くなったとしてもそれで命は救えないんですよ。だから、水道料金も月600円、他の市町村でやってるのは月600円安くなるっていうようなやってますけど、それで命
は救えないです。あの市長さんは10万円配っても命は救えないです。本当に命を救うためにはですね、市役所にお電話いただいて、市役所の生活困窮の係や、その他社会福祉系の係がですね、仕事をしてその方を必ずお救いするような形で市役所は体制を整えています。これが本当に困難な人、死にそうな方を救うための手立てです。企業についても同じです。市民の心の相談というあのホームページで挙げておられるんですが、これは連休中のみ、大阪府の市民の心の相談の方にお電話くださいということで、岸和田市長内の電話番号は記載されてないんですけれども、市長さんは、精神保健福祉士、ソーシャルワーカーの国家資格をお持ちだと思うんですね。で、そのゴミ袋を配ったり水道料金を安くすることで、あの死にそうな人を助けることはできないんですよというお話なんですけれども、学校は2月27日から休校となってます。学校が長期の休みに入って、親は仕事を失いつつあり、お金もだんだんなくなってくる。こうなってくると、まあパターンのようにうつを発生される方が、私これからもう本当に増えてくると思うんです。で、うつ病を発症したらやっぱり自死、自分で命を絶ちたいような気持ちになる市民も出てこられると思うんですね。で、そういうところで、いや私はまだ誰かに応援してもらってるんだ、市長さんはお金がない中でもこうやってたとえゴミ袋10枚でも私に届けてくれるんだっていうのが、やっぱり届くと届かないでは全然違うと思うんですね。だからあの精神保健福祉士、ソーシャルワーカーの国家資格をお持ちの市長さんだからこそ、この今市民がどういううつうつした気持ちで毎日過ごしてるかっていうのは痛いほどお分かりかと思うんですけど、そのあたりいかがでしょう。あの市民の方々の精神の状況というのは非常に今追い詰められているというふうに思ってます。で、そのためにもですね、岸和田市としては保育所の民間の子ども園の方々もみんな協力してくれて、保育所を全部開けて営業すると。で、その中で、自宅におれる方はおってくださいね、でもお預けになられる方はどうぞお預けくださいという対応をとってます。で、これも一つですし、で小学校を開けて、7% ぐらいの子どもが来てるという話もしましたけれども、これも家庭支援の一つの大事なあの方策なんです。で、あともう一つ中学校も開けて、子どもたちは中学校に来て遊んだり先生と会ったりできるような形の対応。で、こういう対応を取っているのは岸和田市、だけではないかもしれないですけど珍しいと思います。で、これらの対応を取ったというのは、これ最初から、自粛期間が始まるところからずっとこういう対応を取ってますけども、これは家庭を守るためなんですね。で、家庭の中にはいろんなものがあって、で虐待の問題もありますし、 DV の問題もあります、うつも自死の問題もあります。で、これらは、全てですね、家庭にいろんな形での経済的なプレッシャーなどですね、かかった時にそういうふうな問題が出てきます。で、大切なのはコミュニティにつなげていくことだと思ってますので、必要な方はいつでも学校とつながれると。で、子どもたちも学校に行けると、まあ、そういう状況を作りながら、新型コロナへの対応もしっかりしながらですけども、そういうふうに市民を孤立させないような対応を取ってきたところです。で、今、大阪府の電話番号という話ですけれども、それは大阪府と岸和田市との役割分担の話です。で、大阪府では、保健所をやってますので、そちらの方でそういうふうな相談を受けていると、そういうことです。そしたら市の方でそういう相談をしたい、聞いていただきたいという市民の方は、やっぱりその府の方にあの電話をすればいいということなんでしょうか。そうです。よくね、岸和田市民の方の中で誤解があるんですけど、我々は岸和田市民やけど大阪府民ではないと思って、なんとなくそういうふうな理解している方もおられるかもしれないんですけども、岸和田市民の方々はみんな大阪府民ですし日本国民なんですね。だから、役割分担して、例えば小学校とか中学校のことは、保育所のこととかで、あとは消防とか救急のことは市が
担当してるんやなというふうにご理解いただいて、であとは、風が担当してるのは警察とか、であとは、身近なところでいうと保健所とか児童相談所、こういったものが風がやってるんやなというふうに理解していただいたらいいと思います。でそのそんなね、小学校の子供らに、市の仕事はこれです、風の仕事はこれです、そういうようなアホな話を言うてるわけじゃないっていうことが、もうさっぱりわからんです。ここまで、まあ、長々聞いていただいてますけども、質問に対して森田さんもかなり気を使った質問をされてる部分はあると思うんです。で、何度も何度もお前はちゃんと答えんかいということでね、質問を繰り返しなさってるんだけども、それに対しても、何を言うてるか、日本語がわからんのかもわかりませんけども、そういうことできっちりと回答ができていない。で、まあ回答をするべきものがないから、まあ回答できへんのかもわかりませんけどもね。案件によって、例えば、児童虐待の問題とか新型コロナの問題というのは、専門家を大阪府の方に集めてチームを作ってるんです。だから大阪府の方で質の高い相談ができると。相談に乗れると。だからこう専門性を分けてるんですね。で逆に火消しに行くときに、火事や火消しに行くときに大阪府庁に電話しても、それは大阪府庁では対応できないんですよ。で救急もそうです。人を運ばなあかんってなっても、レスキュー呼ばなあかんってなっても全部市町村がやります。だから役割分担しているので、だから大阪府の方で対応していただいたらそれでそっちをご利用いただいて、国の方で対応していただいている分についてはそちらをご利用いただいてというふうに、必要な支援が必要な人に届くかどうかということを考えていただいたらいいと思います。なるほど。その大阪府の方なんですけども、実は私も何度か電話をしてみたんですけども、ずっと話し中でなかなかつながらないというのが市町村現状です。先ほど給食の話が出たんですけれども、2月27日から休校になっております。給食費、岸和田市の場合、中学生が1食290円、小学校の低学年が232円、高学年になって238円ということになっているんですけれども、この給食費については今実際休業中なんですけれども、この給食費の支払い、実際食べてないお子さんがほとんどなんですが、これの方はどうなってるんでしょうか。これね、給食費は一旦お支払いいただいて、それは、だから、ゼロになる、結果的にゼロになるような形で3月末までに調整するっていうふうに聞いてますね。なるほど。ただみんなからしたら、その一旦取られたから、なんか休んでんのに取られるんかっていうふうな意見もあるみたいですけど、それは教育委員会の方から学校から保護者の方に説明してるっていうふうに聞いてます。なるほど、わかり。これ今言うてたんが、これですね、これですね、文科省の方からですね、給食費に対してですね、学校給食を止めるんやから、これね、学校設置者は岸和田市ですから、保護者の負担軽減と学校給食の安定的な供給を図る観点から補助金の執行等についてご協力いただきたいと。で、この金を出すんやということを国は言うてるわけですよ。で、この休業期間中のですね、学校給食について返還してが保護者の負担とならないように、これは文科省が言うてるから、まあ公平もやるというようなことにもなってるんでしょうけども、でこの補助金出すよと言ってるのは、保護者に学校給食返還するために要した費用に対して補助金出すよと言ってる。初めから取らんかったら、このいらん無駄なこの国の金も使わんで済むんですよ。で、そういうことをやってる自治体もあるんだから、それがなんでできへんねやということですよね。ました。で、先ほどそのもう皆さん、自分はもしかしたらコロナにかかってるんじゃないか、もうただの風邪なのにそういう心配を持ってらっしゃる方で、精神的にすごく不安を抱えておられる方、市民たくさんいらっしゃると思うんですけども、市長さん、岸和田市の医師会に所属されておられるお医者様は今現在321名おられるということなんですが、
この岸和田医師会のお医者さんに市長の方から提案として、例えば週に1回でも電話で健康相談みたいなのをお願いできませんかっていうアプローチ、そういうのは無理なんでしょうか。それはどういうことですかね。ですから新型コロナにかかってるような気がするけれども、病院へ行くのはなかなか行けないとか、病院行ってまた感染するのが怖いとか、なかなかお家から出れない高齢者の方もたくさんいらっしゃいますから、そういう方のその肉体的精神的な相談に乗っていただくのに、岸和田医師会の方にそのお願いするということは無理なんでしょうか。はい、まずね、大阪府の方でも新型コロナの窓口の電話とかもありますでしょう。でさっきも心の悩みの電話とかありましたけども、まあ、そういうところが逼迫してるっていうのはもうマンパワーの問題でね、で限界があるからなかなか電話してもつながらないという時もあると思うんですけれども、そういうところをまずは活用していただきたいと思います。でというのはね、新型コロナウイルス感染症っていうのは未知のウイルスですから、例えば、お医者さんがたくさんいたとしても、お医者さんによって見解も違ったりしますでしょう。だから大阪府の方で、この新型コロナ最前線でずっと、向き合ってる、担当が大阪府保健所ですので、そこの見解をしっかりと聞くべきだと思います。だから大阪府が持ってる窓口で、先ほどもお話になったみたいに電話つながりませんということですけど、本当に用事があるときに電話していただかないとですね、そういうふうにこれこの電話つながるんかなっていう感じでみんながそういうふうな動きを取りますとですね、本当に必要な方に電話がつながりにくくなりますので、本当に必要な時に、必要な方が電話をされるようにしてほしいと思います。で医師会の方としてはですね、それぞれのお医者さんのクリニックや病院で、電話相談とかは乗ってくれてると思います。なるほど、時間がもうないんですけども、最後に市長さん、ごめんなさい、岸和田だんじり祭りのことなんですけれども、市民の中ではもうそのお子さんが寄り合いに行くのを心配しておられるお母さんもいらっしゃるんですね。各町で本当に感染対策はしっかりして皆さん寄り合いしてると思うんですけれども、それでもそこでクラスターが起こったらどうするんだろうとか、いろいろ心配しておられる声を聞きます。ぜひこれは私からのお願いなんですけれども、市長さんと、今年の北町の年番長さんと、それから岸和田警察署長さんと、このお三方だけでも結構ですから、一度顔を合わせて今年のお祭りをどうするべきか、どういうふうに考えていけばいいのか、それをどう市民に発信すればいいのか、ここをぜひご検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。祭りはね、ここもですね、もう全く話を質問すり替えますからね、市長として決定権があるとか何よりもですね、やっぱり年番長と、警察署長は、許可というかね、要件さえ満たしておれば警察署長は許可を出すので、基本的にやっぱり年番長と市長とが話をしてというようなことになるんですけども、そんな話をもうする気も多分ないんでしょうね。で、結局なんやねんって言ったら、祭りやめまんねんということを、公平が言うてですよ、またバッシングを浴びるのが嫌やから、誰かに責任転嫁をしたいというのが、もう丸見えになってくる答えです。ぜひお聞きください。九州だけがやってるわけじゃなくて、岸和田全域でやってて、で、町会単位でもやってます。で、一つ言えるのは、岸和田市役所がやってるものではなくて、神事として、市民の皆さんがやってる。これについてはですね、僕らができることは、まずは、市民の皆さんがどういうふうに考えてどういうふうに決定していくのかということを見守ることやと思います。その中で、意見交換も絶えずやって、進めていきたいと思っています。市長さんのお仕事は、まずは市民生活を守ること、事業活動を守ること、感染拡大防止で市民を守ることだと思っております。今日は本当にお忙しい中、30分お時間取っていただきましてありがとうございます。市民の皆さんから本当にいろん
んな声が届いてるんですね。ぜひ市長さんの方からラジオ岸和田どんどん利用してください。市民の方にいろんな声を発信していただくことで皆さん安心感を得られると思います。市長さんが市民に向かって皆さん一緒に頑張りましょうというメッセージだけでもすごく大きな励みになると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。今日はお忙しい中ありがとうございました。これも最後にしときますけども、ちなみにこれこうずっとツイートを流しとったんですけどね、この光のエンターテインメントショー自体はですね、これ今年からやるんです。去年花火をやってなんか火の粉降ってきたとかね、クレームが要素あったんでこれに変えたんだけど、これ岸和田城にプロジェクションマッピングをやったことを覚えておられる方おられるかもわかりません。あれ無料でやってるんですよ。業者がタダでやりますか？これやらしたるから、だから、これをやらしたるから、もう定期的に金入るんやから、だから一回はタダでやって、市民も議会もね、黙らしとけと。後から金渡すがなというような仕組みにしてるんちゃうかというふうにも言われて